やあ、キリト。クライン、もう仕事は終わったのか？おう、早めに片付けてきたぜ。なんたって今日は期間限定クエストの最終日だからな。期間限定？どんなクエストだ？なんだ、お前さんが知らねえなんて珍しいな。討伐クエストで報酬が豪華なやつなんだよ。新しい武器とか強化のためにも稼ぎてえしな。このチャンスを逃すわけにはいかねえってもんよ。へえ。なんなら一緒にどうだ。討伐相手も結構強いみてえだし、ソロより二人の方が効率いいだろう。そういうことなら行こうかな。よし、決まりだな。じゃあ俺様についてきな。おう、よろしく頼むぜ。どうしたんだよ、そんなにため息ついて。夜年並みには逆らえないってことか。おい、失礼なこと言ってんじゃねえぞ。まだまだ若いっての。今日は仕事がハードでよ、くたびれちまったんだ。たくいさ。でもあの SAO 事件が終わってすぐ復帰できる環境が整えられてたし、いい会社だよな。そりゃそうだな。仕事は楽じゃねえけど、その辺を配慮してくれたのは助かったぜ。しっかしよ、デスゲームの中に閉じ込められてた頃を考えりゃありがてえ話だよな。こうしてリアルで生活しながらゲームを楽しめるなんてよ。確かにそうだな。そんでそれができるのはよ、お前が SAO をクリアしてくれたおかげだからな。別に俺一人の力じゃないよ。クラインだって攻略組として一緒に戦ったじゃないか。そうだけどよ、お前はその中でも一人抜けてたし、最終的にカヤマと戦って勝ったじゃねえか。それだってやっぱりみんなの力があったから勝つことができたんだ。くー、お前はまたかっこいいこと言いやがって。だから周りにあんなにたくさん女の子がいるのかよ。なんでそうなるんだ。それよりあの森じゃないか、討伐するモンスターがいる場所って。お、あれだあれだ、喋ってたらあっという間に着いちまったな。よし、それじゃあ行くとしようぜ。あよ、あれ、モンスターの体力かなり減らせたな。アトス、キリト、俺がタゲ取るから背後に回り込んでくれ。分かった。あーらい、こっち向け。よし、今だ。これで終わらせる。よっしゃ、討伐成功。やったな、クライン。やっぱこれは二人でやって正解だったぜ。手ごわかったしな。だな、いろいろフォローしてくれて助かったよ。そりゃお互い様だろう。じゃ、依頼してきたクエスト NPC に報告しに行くか。オッケー、そうしよう。報酬は受け取ったし、あとは分配だな。ウィンドウ出してくれ。了解。これは俺かな。それじゃあこれは俺がもらうぜ。あ、この装備アイテムもらっていいか。おお、いいぜ。俺はこっちにするからよ。それじゃあ最後だな。なんだろう、このアイテム。香水に使う皮脂製の香料か。珍しいな。香水に使う香料？それならお前さんにやるよ。あ、いや、完全にファッション用のアイテムだし、俺には使い道がないぞ。
バーカ、アスナさんに渡すんだよ。あ、なるほど、そういうことか。でもいいのか？珍しい素材みたいだし、売ればいい額になると思うけど。いいからもらっとけって。俺はこっちのアイテムをもらうからよ。わかった、サンキューな。よし、これで分配は終了だな。しかし、ここにいないアスナのことまで考えてアイテムを分配するとはな。風林火山でリーダーをやってるからよ、アイテム分配には慣れてるんだ。そういうことか。確かにギルドのリーダーとなると機会は多そうだな。だから分配するときにメンバーのことだけじゃなくて、交友関係まで含めて考える癖が身に染みついちまっててよ。ほう、なんからしくないぞクライン。あ、それどういう意味だよ。もちろんすごいなって意味だよ。わかりゃいいのよ。分配なんて自分が欲しいものを我慢して一番必要なやつにちゃんと回すことができりゃいい。男らしいなクライン。なんならもっと褒めてもいいんだぜ。ああ、のぶし面じゃなければ今頃女の子にモテモテってぐらいかっこいいぞ。ちょっと待て、けなしてんじゃねえか。冗談だって。けどかっこいいと思ったのは本当だぜ。ま、俺様ほどの男はそうそういねえぞ。ああ、今回のゲームでも頼りにしてるよ。おう、それじゃクラインの期待に添えるように俺も頑張って鍛えておかないとな。おう、よろしく頼むぜキリト。